はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回もドラゴンボールやっていこうかなというふうに思います。で、今回はアルティメットバトルで優勝した方のデッキリストを使ってやってみようというところです。はい。まあ、珍しいカードが、こいつかな？カロニー、ピーザ、ピロシキと、何でしたっけ？あのね。あ、そう、あとそうそう、なんだっけ？ビッグバーダークが入ってないんですよ。なのに、大会で優勝したというふうなデッキリストになってます。かなり面白いですね。で、まあ、今回の試合は、ベジータ、ビルス、ちょっと言っちゃうとね、なんですけど、まあ、ベジータは2種類のベジータですね。はい、ニコス軸と、バニラ軸。で、最初の試合はね、めちゃめちゃプレイング下手なんで、ちょっと、まあ、見て見ぬふりしていただければな、というふうに思います。2試合目は多分、いいと思います。はい。はい、まあ、紹介します。リーダーが17号、ゲロが4枚、なんだこれ、カロニー、ピーザ、ピロシキ。亀仙人3枚、ブルマ4枚、18号が4枚、サタン4枚の、18号1枚の、ラディッツ4枚の、35号4枚、ご飯2枚の、18号3枚、スパコン4枚、ブロディ3枚、一撃3枚の、ゴーワン4枚って感じです。敵の使い方など、一緒に見ていただければ、それではどうぞ。はい、マッチングいたしました。今回は、アルティメットバトルで優勝した方のね、17号デッキをやってみようかなというふうに思います。まあ、サタンデッキですね。はい。まあ、ただ、このデッキね、おもろいところが、ビッグバンアタックとかを採用していないっていうところっすね。はい。それがね、めっちゃおもろいなっていうところもあって、またね、この1試合目は、プレイング下手なんで、ちょっと見て見ぬふりしていただければなというふうに思います。はい、すいません、ちょっとお願いします。はい、まあ、ここ食らっちゃいますね。いや、これもう見せたくねえなっていうぐらいね、下手だったんよね。まあ、もともと下手なんですけど、はい、ここも食らうぞ。まあ、3コス5番見えてるので、まあ、いろいろできる、まあ、サタン引けてというところなんですけど、遊んでやるよ。はい、まあ、だから次の試合の見せればいいかな。正直ね、この試合あんま乗っけたくないっていうのがね、 あって、そう、めちゃめちゃ突っ込みどころ満載な多分戦いになってますね、これ。まあ、使い慣れてないというかね。で、相手ニコス軸のバニラ型じゃない方の、あれですね。なんだっけ、ベジータですね。はい。まあ、ここは1万コンボで失活と逃げてって。残念だったな。この俺が相手をしてやろう。ここはどうすんだろう。あれ、通すんだ。あ、そう。ブロリー引けていく。ここ早めの覚醒させんのかな。そうっすね、もう覚醒させちゃいます。で、ここですよ、めちゃめちゃ下手な動き。まあ、この時ラディッツ出すのに、ゴーワン埋めればよかったんですよね。そうすると1コスで亀仙人出せて、ゴーワン回収しながらいろいろできたんですよ。まあ、いろいろというかね、ゴーワン回収することできたのに、ね、こういうことを、まあ、ブロリー送ってしまったというね。はい、まあ、プレミをしてしまうと、まあ、次の試合はそんなことをしてませんよ。まあ、仕方ないよね、人だもん。はい、さあ、まあ、1コス破壊して、1コス貯めてと。で、本当はね、ここで亀仙人出してね、5000コンボで、まあ、なんだろう、デッキ圧縮もできたかなというところではあったんですけど、まあ、私のプレイングミスでできないというところですね。はい、さあ、相手、まあ、ベジータは結構ね、楽じゃないかなっていうふうに思います。まあ、分回ってたら結構厳しいかなっていうところあるんですけど、まあ、ライフ、まあ、バニラ軸、あ、まあ、いいや、次のね、試合で話します。バニラ軸なんで、はい。まあ、ビーデルでアタックと。まあ、顔を削んなきゃいいからね。で、ゆっくり遅延させて戦えばいいだけのデッキなんで、このデッキ。はい、焦る必要ないからね。さあ、1万5000で殴ってきましたね。で、トランクス。ここトランクス出すんだなと思ったんですけど。まあ、確かに、トランクス使うタイミングないとは思いますね。はい。まあ、ここ亀仙人送って。さあ、次のターンは、
まあ、6コスは溜まるかなというところですね。4コス5ワンのまた2コスで、場面も展開することができるというところではありますが、はい、まず、35号を出して、まあ、ここからは手札を減らしていく動きですね。顔はもう絶対見ないで、盤面をもう取りに行く。遊んでやるよ。はい、3万でビーデルをパンチで、6コスの35号来てくれたのはでかいですね。で、相手スパコン1枚吐いていく。そうだよ。はい、で1万コンボ、はい、で、5ワン使って、ワンディングドローかましいの、2コスの18号を出して、またビデルにアタックかな。はい、アタックですね。さあサタンも引けていいですね。リソース回収もつながっていくのでかなりでかいですね。まあ次のターン出てくるとしたら、4コスのご飯かまたはカマで盤面を取ってくるのかなというところですけど、まあ一番嫌なのはカマかなというところではありますね。あ、でもどうなんだろう、そんな嫌でもないかな。うん、はい、ここ食らっちゃいます。さあ守っていきますね。残念だったな。で、相手盤面取ってきましたね。ここは盤面守っていきますね。まあ、4コスは、釜ぐらいでしか取れないので、相手は。この俺がしっかりと、ここは守っていきたいというところですね。さあ、ここ相手は、ギャリク砲で顔面を詰めてきたというところなんですけど、ここ嬉しいですね。スパコン吐けるんでね。はい、入っていきましょう。さあ残り3コスで相手は剛腕じゃなくて大釜があるのかというところですけど、はい、特になくベジットでしたね。さあベジットで取られていき、ベジットで盤面を取ってくるので、ここはしっかりとサタンで守っていく。まあ次のターン盤面を3面取ることは可能にはなってくるので、3面、まあ、全部取れるっちゃ取れますかね。うん、まあ、5番送りつつ、まずビーデルにアタック。さあスパコン、はい、でもう1回2万でアタック。まあ相手に手札使わせるっていう感じですね。はい、さあここは18号でまた手札を使わせていくというところですね。さあここは取れるのかというところですが、しっかりと相手守ってきましたね。まあこうなってくると相手リソース2枚になってきて、次のターン、まあ、5コスの、ね、ベジット出てくるかもしれないですけど、まあそこまで怖くないんですよね。盤面がこんだけ並んでしまっているので、はい、相手目線ね、あと2コスの18号がいるので、やっぱ処理したいっていうところがあると思うんですよ。うん、まあなのでね、かなりきついかなというところですね。で相手全ちゃん盤面、あ、盤面じゃない、マナに2マナを2枚送っているので、まあ入ってるとしてもあと1枚かマックスで、墓地にも1枚あるんで、残念だった。まああったとしてもあと1枚ですね。で相手出てきたのはトランクスでしたね。そこまで強い動きじゃないですね。はい、でライフ回収、まあ、ベジット持ってなかったのかな、持ってなかったんですね。スパコンでしたね。はい、さあ、ここはしっかりと守っていく。で、ベジータからの多分顔面パンチでしょうね。はい、そうですね。ここは、はい、18号で、守っていきます。残念だったな。さあ、まあ、次のターン、ゼンちゃんが見えてるんですけど、まあ、ゼンちゃんはゼンちゃんでかかってこいという風な感じで、盤面はね、横に広げていっていいと思います。まあ、なんでかっつうと、2コスのサタンで、ビーデルじゃねえわ、ブルマか。ブルマを回収していくことができるんですよね。はい。で、そうすると、手札を回すこともできますし、またこの18号がデッキに下に行くので、またそのサイクルがね、出てきて、リソース回収がね、つながっていくっていう風な流れにもなってくるので、うん、
はい。で、ここは1コス置いて、2コスサタン置いてというような感じですね。さっき言った、動きですね。で、ブルマと、亀仙人からの亀仙人で、ないんですね。破壊すりちぎって。はい。これで、ターン終了と。まあ、わざわざライフ3にしなくてもいいかなというところですね。うん。さあ、相手は、ギャリック砲をかましてくる。まあ、ギャリック来ましたけど、特に怖くはないですね。盤面で、しっかりといけます。さあ、まあ、手札にはもうブロリーもいるので、いろいろできますね。で、相手、特に何もできないというところでしたね。はい、手札見たらゼンちゃんと、まあ、ここのタイミングでゼンちゃん打ってもよかったと思うんですけどね。チャワ、ドローで、ゼンちゃん引いてきたのか。多分、ギャリック砲のね、ドローで。かかってこい。終わりにしてやる。さあ、あとはもう、詰めていくというだけですね。で、ここのアタックもね、めちゃめちゃ、ミスしてます。普通に、2万からアタックして、2万アタックして、3万アタックして、ブロリー出しての方が全然強いです。これラストを残しておけばいいからね。なのに私は、ミスってます。はい。こんなものか。大変なことをやってるわ。マジで。よう出してるわ、この動画。はい。で、2万でパンチ。ここは通るのかというところですが、しっかりと守っていく。で、相手覚醒して、手札が3枚というところで、もうかなり厳しいですよね。ベジータ目線。で、こっちにはスパコン2枚構えているので、まあ、ライフ3ではあるんですけど、リーサル持ってくのはかなりきついと思います。うん。はい。ここ通りましたね。で、亀仙人出して、はい、剛腕回収して。まあ、剛腕いらないんですけどね。これ、まあ、剛腕回収したのは理由あって、今、なんだっけ、トップ置くんだっけ、こいつ。覚悟はいいか。はい、トップを置くんで、それで破壊する一撃だったらいいなっていうところでね、やったんですけど、特にそうじゃなかったですね。で、相手はゼンちゃん出すしかない盤面だったので、ゼンちゃん出してきたと。はい、まあ、ここはもう全部通していくと。もうリーサルはないんでね。はい、どりゃ。次のターン、ブロリーを出していけば GG と。さあ、ピラフ。まあ、で、サタン引けましたね。さあ、ここはブロリーを出して、盤面1番コンボ破壊 C の破壊する一撃で。で、4万5000でパンチ。さあ、取りましたね。で、あとはまた4万5000と、はい、リーダーアタックでもう終わりかなというところですね。はい。こんなものか。で、3万でアタック。遊んでやるよ。15万かな。あ、10万5千でパンチして、リリと。相手してあげるわ。目に物見せてやる。どりゃ。まあ、次の試合は、多少うまい動きになってるんで、見てください。はい、マッチング出しました。相手はベジータですね。まあ、予言通り。ベジータというところなんですけど、あ、目が入る。はい。仕方ない。付き合ってやる。まあ、手札、いいっすね。かかってきやがれ。ブルマ持ってて、ラティツ持ってて、ゴワン持っててというところで。で、高校と。さあ、相手。はい、バニラ型ですね。ビーデル出てきましたね。さあ、ミスターサタン引けていく。まあ、ここ破壊する一撃は送っちゃっていいですね。まあ、一コスの亀仙人で回収することもできるので、もうバン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 。またこれは人造人間カードなんでね。はい、ブルマン出して、亀仙人。さあ、めちゃめちゃいい手札ですね。この俺が相手をしてやる。ここは食らうのかな。亀仙人守るんだ。残念だったな。
まあ、ここも亀仙人じゃなくて多分2万のやつで守ってもよかったような気がしますけどね。これプレミっちゃプレミかもね。はい、で1万コンボのこれ1コスのやつが引けましたね。ブロリー、まあブロリーいらないですね。まあ送りつつ、盤面を攻撃します。まあバニラの弱点っていうのは、まあ使ってる人は分かると思うんですけど、リソースがねなくなってくるんですよ。手札がなくなってくるので、まあそこがね唯一の勝ち筋というところです。確かに2万5000めちゃめちゃ強いんですけど、だからって感じなんですよね。はい、ゆっくりゆっくり遅延させていけばこっちの土俵に上がっていくので、まあそういうふうなね、戦い方は今回してるので、もしよかったらねしっかりと見ていってください。はい、1試合目でプラザーバックしないでくださいね。まあ遅いかもしれないけど、さあ1万5000は、ゲロで守って、2万5000は通してってと。ご飯、さあビーデルの効果を使って、2万5000が出てきて、パンチ、まあ強いですね。まあ強いけど予想通りだなっていうところですよね。はい、さあスパコン引けたのはでかくて、はい、4コスで35号を出していきます。からの、はい、ラディッツを出して、6コスですね。まあ、次のターン、35号。6コスのね、35号で盤面を取れればいいなというふうな感じですね。はい。この俺が、さあ、リーダーからパンチ。もうここどうすんだそう。どうすんだそうじゃないか。まあ、相手、2万5000で殴ってきたので、まあ、ここは通すしかないですね。はい、で一番嫌なのはここさっきも同じなんですけど、カマとかが嫌ならというところですね。でピラフからの1コス回収、はい、で、3万5000でパンチ、まあ覚醒ですね。お楽しみはこれからだ。少しだけ本気を出す、はい、少しだけ本気を出すかっつってね。まあ、スパコン1枚で逃げましょうと。残念だったな。はい、で、ピラフ。ここで、相手はもう鎌がないというところが出てきたので、かなりでかいですね。さあ、ここからですね、戦い方。まず、しっかりと4万で逃げていく。あれ、この人今バニラ出したっけ？ちょっと覚えてないんですけど。残念だったな。さあ、バニラ出てくるかというところで出てこなかったですね。助かりました。はい。で、ラディッツもいらないので、ラディッツを送りつつ、3万でまずパンチ。いいですね。で相手目線もう6コス7コスか7コスあるので、ここはね結構大事なポイントだと思います。はい、これ2万5000で盤面取るんですよ。そうするとね通るんですよね。まあこれなんで通るかというと、相手目線もう6コスの35号が見えてるんですよね。まあ、持ってるだろうなっていう風に思うんですよ。まあなのでここは通りやすいってところですね。逆にここが通ってしまえば、今みたいに横に広げればいいだけなんですよね、この武器。そこがね、強いんですよ。はい。まあ、2個タク取れるって感じですね。まあ、今のところ、相手が守ってきたとしたら、普通に6コスの35号を出して、守れ、場面取ればいいんですけど、今みたいに、はい。わざと攻撃してね。行くっていう風な動きで横展開をしていけば、相手次のターン全ちゃんもないですし、まああるとしてもベジットなんですよね。なのでそこまで強くないんですよ、動き的には。はい、まあかなり有利になる、感じですね。で相手まだ覚醒もしてないので、パワー的にも弱いですし、まあ手札でねピラフ切ってくれるなら、まあリソースが減ってくって感じでもあるんですね。うん。残念だったな。まあ、ここは1万5000でパンチしてきて、で、ベジット出てきましたね。ただ、このベジットそんな強くはないです。しっかりと、守っていけばいいですね。2万じゃねえわ。18号が手札に戻ってきました。盤面のサタンと、はい、手札で、コンボで繋げていく。残念だったな。残念だったな。で、また、顔面を縛ってきたので、ここは、
はい、もう一回、4万で逃げますね。まあ、スパコン持ってるんですけど、まあ、これは使わずというところですかね。残念だったな。でこのアタックもさっきと同じですね、ロコス返して、まあ、相手にはブロリーが見えてるんですよこれなので通りやすいんですよね。まあ、守ってきたとしてもここは散らしながら、なんだろう、サタン出して1万回収して1万乗っけてバン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 行くみたいな感じでアタックしていくのがね、いいような気がします。はい、こんなものか。で、2万が通ってって、あ、2万通ってないです。2万で攻撃して、2万で攻撃して、まあこうなってくると相手ロッコスの35号が怖いというふうにはなってきますよね。うん、さあ取りましたね。ここどうすんだろう。はい、35号出して、でここでロッコスの35号を出してもいいんですけど、はい、ここはあえて出さなかったです。まあ、なぜかというとさっきと同じで相手にわざと全ちゃんを使わせるっていう風な動きですね。手札に今スパコンも構えているので、ベジータの攻撃はリーダーの攻撃は守れるんですよ。で全ちゃんが攻撃したとしても5000コンボで逃げれるのでかなり有利になるんですよね。逆にここで相手が全ちゃん出せなかったらほとんどゲームオーバーになってくるので、まあ、こっちの方が強いですね。こんなものか。はい、でサタンからの、リソースですね。ブルマ、1万コンボ回収の、亀仙人出して、はい、破壊する一撃を回収。さあここで全ちゃんを使われたとしてもデッキ下に戻るだけなので、はい、全ちゃん使ってきましたね。まあ、使わせたという風な感じですね。覚悟はいい。またサイクルさせちゃえばいいだけなんでね。この俺が相手をしてやる。相手は1万コンボ乗っけてきましたけど、ここは、破壊する一撃を使って、はい、亀仙人、ここは亀仙人で守っていく。残念だったな。さあ、2万で殴ってきましたね。ここは、ビーデル、あ、ブルマ使っていくというところですね。残念だったな。はい、まあ、あとは同じようなことをずっとやっていくって感じですね。破壊する一撃引けましたね。まあ、ここ一撃いらないですね。まあ、いらないというか、サタンから亀仙人というような動きでまた回収することが可能になってくるのでね、まあ送っていいだろうということですね。でスパコン使わせて、18号出してまたデッキ圧縮ですね。ブローリー引けてと。でここは盤面じゃなくリーダー攻撃か。はい、通りましたね。さあブローリー、あ、もうここ終わらせに行くんだね。終わらせに行くというかもうライフ4でスパコンが3枚あるんですよ。もうなので相手リーサル取るのかなり難しいです。ブルータ目線、まあ、散らすことできるかもしれないですけどほとんど無理じゃないかな。はい、必ず止まりますね。覚悟はいいか。さあこの俺が3万5000でパンチしますが、ここはコンボ乗っけるのかというところで乗っけないですね。やはり相手リーサル持っていくのがきついだろうという感じですね。かまたは全ちゃんとかを出してくるとかなんですかね。はい、3コスで、イカズチですね。はい、全然強くないですね動きは。でベジット、まあ盤面は処理されてしまうんですけどもうほとんど関係ないですね。はい、ここは1万コンボでしっかりと逃げてって、あとはもうほとんど勝ちかなというところですね。スパコンがこの人何枚使ってるんだろう、ちょっと確認はできてないんですけど。遊んでやるよ。はい、まず、3万でパンチ、まあ、1コス残してるのでギャリコフ持ってんちゃうかなというところで相手やっぱ持ってましたね。で相手の手札が、6枚というところなので、スパコン1枚しか使ってないんだ。ちょっとまだリーサルがっつり取り行くのも怖いなっていうところではあります。どうすんだろう。
はい、サタンで、ブルマ、はい、でブルマワンドローっていうところで、相手は多分コンボがなくて諦めたというところですね。はい、ほとんどないですね。 GG ですね。はい、マッチング出しました。最後の試合は、ビルスですね。かかってきなさい。さあ、ガリガリウサピョン。仕方ない、付き合ってやるよ。君がどれくらい強い。このねビルスね、めちゃめちゃいやらしい戦いしてきてね、本当に嫌でした。めちゃめちゃ嫌やったな。さあ相手ピッコロ、まあ下手だったかな、自分がちょっとプレイングがね。遊んでやるよ。さあ1万5000でパンチ。亀仙人、まあこれ出した理由は、次のターンラディッツ引けてたら、ラディッツ僕が行こうで、マナブーストできるんでね、まあ出したって感じですね。はい、残念だったな。さあニコスで、ケフラー、あ、カリフラスね、強いですね。盤面をライフ回収の、はい、残念だったな。まあ極力守った方がいいからいいと思うんでね、まあ私守ってんすけど。さあ1万5000でパンチしてラディッツが引けましたね。よかったですねこれ引けて、はい、で相手5000コンボで、逃げてったというところです。こんなものか。まあここはラディッツ出して、はい、でここ盤面取った方が多分お得なような気がします。はい、はい、取れましたね。まあほとんど取れるんじゃないかなっていうところかな。まあ相手アタック時にねドローできないので、まあ、コンボとかでちょっと使ってたら手札のリソースがなくなっちゃうってところもあるからね。で、リーダーでパンチ、はい、さあただ手札が3枚っていうねめちゃめちゃ少ない、なんでっていう感じなんですけどね。はい、で2コス引けて、はい、1万で1万5000でパンチ。ここは通るのかというところですが、通っていく。さあここですね、まあ、4コス出すんですけど、この人マジで嫌だった。本当に嫌い、もう出会いたくないってレベル嫌い。さあまあ上手かったんだけどね、上手いからこそ嫌だった。さあ1万コンボで逃げてきました。ここね覚醒しなかったんですよね、こんにゃろう、こんなものか生意気な野郎だぜ、まったく。いいよ、はい、でここも、特に覚醒させず、クリティカルで殴ってくると。でこっからっすね、相手が、はい、まあ覚醒させるのは分かってたんですけど、破壊の総仕上げといこうか。ちょっとここの次のターンがね、ちょっと自分の動きがね下手だったなっていうところです。で3コスのよう分からんね悟空が出てきたんですけど、まあクリティカル通ってしまって、はい、まあこれちょっと手札切ってたらね、次のターン一気にまあ強い動きできて、よかったなーというところあるんですけど、ちょっともったいない。さあで相手はしっかりと盤面取ってくると、そう、ここなんだよねはい、ラディッツ引けて、これ下手くそやったなー。まあワン、アタックしたらこれ3姉妹揃ってしまったんですよ。いやまあこれ圧かけるとしたら絶対展開しなきゃいけない、展開しなきゃいけないというか出さなきゃいけないっていう盤面ではあるんですよね。でサタン引けて、これサタン落とすんですよね。で逆にこれちょっと展開しすぎると盤面を処理するっていう風に相手は思っちゃうので、
そのリーダーに攻撃してこなくなっちゃうんですよね。こんなものか。まあリーダーに攻撃するのはクリティカルの持っているあの悟空になってきて、そうちょっとね面濃いことになるんですよ。ちょそこがね浅かったなっていうふうに思います。まあなんでさっきのはサタンからのまあ回収して1コス回収して2コス次のターンとかかに畳みかけていくっていう風な動きが良かったですね。これは別にそんな強くないんでね、この横展開。そうでここ反省ですね、めちゃめちゃ。はい、行くよ。さあ盤面はしっかりと取られてきますね。これまあめんどくさいですね、本当に。いいよ、僕が。いい意味でね、いい意味でマジでめんどくせえ。さあビルス、まあここはビルス出てきたので、まあビルスからゴコスのビルスかなと思って、アタックはしてこなかったですね。もう確実にクリティカルで通していくというふうな感じですね。でよくわかんないですけど相手これめちゃくちゃありがたいです本当に。何を落としたのか知らんですけど、はい、悟空を落としたんですよね。うん、ありがとうございますって感じですよ本当に。わざわざリソースをね減らしてくれて、舐められたもんだぜ全く。でここは20号を出してサーチですね。はい、引きましたね。遊んでやるよ。さあ遊んでもらいましょう。2万でパンチ。まあ、ここは盤面も取りたいというところもあるので、しっかりと6コスですね、2枚処理しつつ4万をぶち通していく。さあここ4万通るのかなというところですけど、はい取りましたね。まあ相手多分スパコンなかったんかな。あ全然あるね、スパコンはあったけどあれだね、2枚2枚重なってたんだろうね。はい、まあ、デバフかけられて、ウィス出てきて、ウィスウィスか。さあ、ここからっすよね。まあ、めんどくさいよね。本当にめんどくさい。いいよ、僕が行こう。まあ、正直ね、ブロリーとかトップで引ければ、勝ち確なんですけど、ほとんど。ちょっとね、引きが悪かったっすね。いや引きは良かったのかな、序盤あんだけ耐えれたからね。はい、でケフラからの、しっかりと1万コンボ並べながらリソース回収。まあアタックはしないでしょうね。まあうまいっすよね。で5番ここはありがたい5番っすね。で、20号、まあここ同じように6コスの35号と引きたかったなというところだったんですけど、特に引けずにと。で、スパコン引けたのはまあでかい。はい、で相手5000コンボで、まあコンボしないとね負けてしまうので、しっかりとコンボしない。こんなものか。で4コスではなくブルマから展開するね。はい、ラディッツで、35号。さあ2万でパンチかな。まあ一枚一枚もう本当リソースを減らしていくぐらいしかないんでね、今やれることとしては。はい、こんなものか。地道に行きましょうというところですね。でこれラディッツね、ちょっとミスったんですよね。使っちゃったんですよ効果特にねいらないんですよこれ今マナ、まあ、ただ使っちゃいましたというところですね。はい、相手盤面のカードでコンボしてきてと。さあマナ送りながら7マナ。僕が行こう。まあ、ワンチャンねこれ相手リサルまあないか、なんかうまいことやったらリサルありそうな感じではありますよね。行くよ。まあ、5コスの悟空がいればね、うん、さあ盤面を取られていく。まあ、ただこのビルスお前ずっと立ってるだけなんかっていうところですよね。絶対こいつ攻撃しますよね。てかしてこいよって話なんだけどもしてこいよ。ケフラですね。あ、カリフラですね。はい、カリフラでパンチ。まあ、ここは通しましょう。スパコン1枚あるんでね。
特に関係ない。さあ覚醒はさせてくれました。こっからですね、ぶっ飛ばす。お楽しみはこれからだ。少しだけ本気を出す。もう本気出してボコボコにしてくれ、ビルスを。残念だったな。はい、さあワンドローからの神仙人で、35号を出して盤面を失活と、除去ですね。遊んでやるよ。はい、まず3万でパンチで相手、これがスパコン1枚目だったんですよね。ワンチャンね。こんなものか。あ、いや勝ってるかこれ。ちょっと待ってね、ごめんね、計算しない。7万7万8万9万か9万9万あ9万9万だね。10万あるんで勝ってますね、勝ち確っすね。お前たちの相手、まあ勝ち確だったんですけど、相手もね、特にコンボなくて GG という感じです。はい、